皆さんお元気ですか？青井香織です。今日はしぐれ高山のカップリング曲冬ボタンを練習してまいりたいと思います。まずはワンコーラス、青井香織が歌わせていただきます。それでは最後までどうぞよろしくお願いいたします。ではカラオケをかけてまいりましょう。スタート。ながらの定めの道を立ててゆきます。つらくともいつかくるくる春は来る。雪に息づくまずはワンコーラス聴いていただきました。ではレッスンを始めたいと思います。じゃーん、歌詞カードです。今回の冬ボタンは愛知県にあります徳川園のボタンの花をモチーフにしております。作詞が神橋道夫先生、作曲が宮下健二先生です。青井香織にとっては初めての人生演歌になります。きっと人生苦労をされた方々に共感を持っていただけるんじゃないかなと思います。では参りましょう。人の心の裏腹を嘆かないでね、泣かないで。で出だしはこの歌も自然に入ることができます。こんな感じ。人の心ので次の裏腹をのところで音がですね、ちょっとポンと高く上がるところがあるんです。裏腹のらのところですね。ここちょっと注意していきたいと思います。裏腹をこういったところはこのね、裏腹のらの母音はあになります。このあをですねちょっと意識してグッと持ち上げるといい感じになると思います。で続いてこちらですね、嘆かないでね、泣かないで。ここの言葉の語尾をですね、言葉をそっと置くようにしてみたいと思います。なげかかないでねね。でこういうふうに言葉をそっと置くことによって優しさが生まれてきますよね。ぜひそんなふうに歌ってみてください。そして泣かないで。泣かないで。で続いて3行目4行目。生まれながらの定めの道を耐えてゆきます辛くとも。でここはですね、今度言葉の頭でちょっとアクセントをつけると言葉が流れずに済みますよね。生まれながらの定めの道を、この道をというところで軽やかにね、ポンポンポンとやってみるとね、またいいんじゃないでしょうか。そして「耐えてゆきます」で次の「辛くとも」ここでサビの部分のメロディーに入っていきますので、その前に必ず息をですね、意識をして息を吸って整えていただきたいと思います。辛くとも、頑張ってギリギリまで伸ばしましょうというぐらいに伸ばしてみてください。でそして次、このいつかくるくる春は来る、ここがこの歌の一番のポイントですよね。なのでこのいつか、ここはですね、抑えるんではなくて、逆に一歩前へ出るぐらいの気持ちで、歌ってみるといいんじゃないかなと思います。でもここ辛くともでギリギリまで伸ばしておりますので、ギリギリまで伸ばした後瞬間で息を吸ってください。これ忘れないように息を吸っていただいて、一歩前へ出る感じ、ちょっとやってみましょう。辛くともいつか、こんな感じ、いつかくるくる春は来る、この春で優しさを乗せてみてください。春は来るで、最後の行、雪に雪に息づく、この雪、雪の前に譜面を見るとですね、譜点の休符がついております。そういう時は頭の入り方、少し深みを持って味わいよく入ると伝わりますね。なので雪にじゃなくて雪にという感じで、ちょっと深みを持ちましょう。雪に雪にで、同じ言葉が2回繰り返されておりますので、ちょっとだけ強弱をつけてみるといいかと思います。そして息づく、ここはですね、逆に軽やかに息づく、これぐらいにとどめておくといいんじゃないかなと思います。息づくという感じ。そして最後、冬ボタン、タイトルにもなっております。ここやっていきたいと思います。なのでこの冬ボタンの前もですね、しっかり息を整えておいてくださいね。では参りたいと思います。冬、ここもですね、ちょっと音程が上がっているところがあります。冬のとこです。で「ゆ」の母音の「う」です。この「う」をですね、もう一回言い直すぐらいの感じがいいかなと思いますね。冬、こんな感じですね。で次のボタン、このボタンの棒の入り方なんですけれども、譜面を見ると音程が下がってるんですね。でも下がってるかと言って下げて入るのではなくて、気持ちはですね、上げ気味で入るといいんです。上げ気味で入った方のが音程が定まりやすくなりますのでね、ちょっとやってみましょうね。冬ぼ、こんな感じ、ぼたん、冬感じにしっかり歌い締めをしていただきたいと思います。いかがでございましたでしょうか。参考になれば嬉しいです。この冬ボタンは冬の寒さに耐えて美しい花を咲かせております。今の私たちもこの厳しい世の中、頑張って乗り切れば、きっといつか春が来ると信じて、頑張っていただきたいなと思います。そんなメッセージ重なっているように思います。皆さんくれぐれもお体気をつけていただいて、負けずに頑張りん。青い香りでした。バイバーイ。